吉富駅は、福岡県築城郡吉富町大和広津にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である、吉富町の中心駅、福岡県の鉄道駅では最も東にある、京都府に同名の駅が存在するため、駅名を、無前吉富駅にする案もあった。1989年3月11日のダイヤ改正で開業を見込んでいたが、 将議会での反対に相いとんだ。結局開業は1995年になった。当駅開業以前の吉富町の最寄り駅は、武前市にある三毛門駅、または大分県中津市にある中津駅だった。ホーム建設費は、地元出身の女性が、駅舎は、製薬会社が寄付した。築定上に八両編成が、停車可能な有効長165メートルの、 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム全体がカーブしている。開業当初からの半円状の形態を有する駅舎がある。駅舎は、吉富町の施設、ふるさとセンターと構築である。かつては、JR 九州鉄道営業が、駅業務を行う、業務委託駅であったが、2014年7月より、無人駅となった。守護課の利用が可能であるが、 カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。自動券売機設置。2020年度の1日平均乗車人員は257人であり、JR 九州の駅としては第294位である。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。周辺は、吉富町の中心部。住宅地の中にある。以下の2路線が発着する。 停留所は二路線とも、同一箇所に設置されている。築城東部、乗り合いタクシーは当駅には発着せず、吉富町役場、前が駅もより停留所。ABCDEFGHI、週刊 JR 全駅、全車両基地第0 7号、朝日新聞に出版、2012年9月23日、24ページ。ABC、吉富駅の開業に沸く、買い物も便利に、 JR 日報線。西日本新聞。P22。AB ゆげしのぶ。福岡県。JR 全駅足処防。1993年10月15日。203ページ。ISBN47 億5120万5293。AB ゆげしのぶ。福岡鉄道風土機足処防。1999年1月16日。115から116ページ。 ISBN 47億5120万7334交通新聞 P1ABJR 吉富駅来月から無人会駅舎に管理人配置福岡毎日新聞 P21 朝日新聞1994年11月3日西部版長官30ページ第2に社会面守護課利用可能エリア九州旅客鉄道 平成28年3月26日時点、駅別乗車人員上位300駅、九州旅客鉄道、2021年9月8日閲覧、ありがとうございます。